ミルクサッカーアカデミーの上場でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。今日は何でしょうか。こちらですね。ドン、あらま、台所事情シリーズバンフォーレ甲府編でございます。よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにですね、図解世代&ポジション分布と題しましてですね、冬の移籍に向かってこれから甲府はどのように展開していくか、その予想も含めまして先生がですね、一目でわかる台所事情表をこの後出てまいります。パッと見てわかっちゃいますか、初めての方はね。そしてまだ見てない方、違うチームもね、見ていただいたらいいんじゃないかなと思っております。北から北海道からね、全チーム、カテゴリーを全部またぎましてですね、全部やっております、うん、北からやってますんでね、はい、今日は甲府まで来ましたよということで、先生よろしくお願いします、はい、お願いいたします、うん、大卒戦略新たな一手なんでしょうこれは。ということで、ちょっと予言みたいなことになっちゃうんですけどね、うん、皆さん、ファンの皆さん、はい、バンフォーレ甲府、うん、ここから数年で、うん、あってぐらいに強くなります。おお、もう言っときます。すごい自信を持って出せる。その秘密がこの大卒戦略新たな一手。そうなんですよ。この一手が、はちゃめちゃにでかいと思います。これしかも、ともすれば甲府しかできないんですよ。あ、そう。だから、そのルート開拓しちゃえば、ちょっと甲府さん半端じゃないってことになる。気になる。じゃあ行きましょうか。ルート。はい、教えてください。はい、こちらでございます。ドンと。出ました。はい、こちらでございます。まずは、表の見方からいきましょう。はい、お願いします。はい、右上のところに、うん、過去3年間のデータが載っておりますと。で、下の部分、真ん中の部分なんですけれども、ピンクがゴールキーパー、青がセンターバック、うん、水色がサイドバック、うん、ウィングバックになり、はい、オレンジが守備的なミッドフィルダー、はい、そして、黄色がオフェンシブなミッドフィルダーになりまして、うん、ウィングが黄緑、はい、サイドアタカムですね、はい。で、あと緑がセンターフォワード系となっておりますよと。ますよ。はい。はい、そして縦軸がね、はい、ごめんなさい、年齢でございます。生まれ年と現在の年齢でございます。オリンピック刻みになっております。うん、はい。そして下が、イン予想、アウト予想先生がね。ってことでございますけれども、はい、まあそこにいろいろ隠されてはいるんですが、まあちょっとポジションずつでいろいろ見ていきましょうと言います。はい、まずゴールキーパーなんですが、はい、このチーム、まあいろんなチーム我々台所中やってますけれども、うん、甲府のゴールキーパー陣ほど変わらないものはなかった。ずっとこのメンバー変わった、岡西、小泉やってきましたから、でそこに久々に新たには、もともと甲府の下部組織出身でもありますけども、はい、大卒で、山内選手が入ることが決定いたしましたと。はいはいはい、なんでこ、もしかしたらね、今ベテラン陣がちょっとゴールキーパー争い、正守護神争いしてますけど、うん、そこに山内選手が入ってくる可能性もあるのかなというと、ね。なるほど、はいはい。でもちょっと面白そうなところでございます。はいはい、で、今日のメイン軸、はい、センターバックのところでございます。うん、やった甲府さん、やった拍手、はい。っていうのも、うん、その先ほどの山内選手に関しては、はいはい、もう大卒内定の選手なんですが、うん、これあくまで予想なところもあるんだけど、うんうん、おそらく来年、はい、今大学3年生のフォファナ・マリック選手。フォファナ・マリック選手、はい。はい。で、早けや、もうなんだろう、ちょっと早めの内定ってことで来年とか再来年、一ノ瀬大樹選手が、うん、僕はこの山、甲府に入ってくるんじゃないかなと思っております。ほう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 。っていうのも、うん、この二人、今、所属してる大学、はい、山梨学院大学、はあはあはあ、山梨県になります、うん、そうなんですよ。今年はこの山梨学院大から今の3年生の平川優選手が町田ゼルビアにすでに内定したというところがあるんですが、うん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 、実は山梨学院って最近、うん、高校も大学もぐいぐいのぐいのぐい来てるってご存知でしょうか。そうですか、ね、そうなんですか。まずそもそもね、今年の、はい、頭1月、はい、選手権優勝したのは山梨学院高校。あ、そうですね。はいはいはい、はい。で、さらに、うん、この間あった大学の総理大臣班でもぐいぐい来てるのがまず山梨学院大になってるんですが、はい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 、山梨学院大っていうチームはもともと、正直そんなこうね、明治大とか、筑波大みたいな感じで強さはもともと持ってはなかったんですよ。ただ、もともと悪くない選手たちは入ってはこれてたんですよ。はい、だ最近、それこそ今ね、明治大が強いとか、法政大が強いとかいろいろ言われてるんだけど、うんうん、歴代こう考えていくと、あの時のとある大学のチームが最強だったんじゃないかと言われるのが、はい、約8年ぐらい前の専修大学なんですよ。へ、うん、はいはい。それが、誰がいたかというと、はい、今名古屋にいる長澤和樹選手とか、うん、あと2019年 J リーグ MVP、うん、中川照人選手。おー、はい。らが、一堂に会した、信じられない世代があるんですけど、はいはいはい。その時、専修大を率いてた監督が、今の山梨学院大の監督になりまして。あらやだ。はー、すごい。そうなんですよ。うん、で、
もうこの大学を強くしたいという思いを持って来たんだっていう。で、もう自身の監督キャリアのラストみたいなところでこの大学で最後やるつもりぐらいな感じでやるらしいので、今の大学1、2、3みたいな、まあ4よりもちょっと下のね、下級生組にとっては、はい、ぐんぐん今伸びてるって感じなので。なるほどね。ってなるとよ、マーさん。うんうんうん、正直今コロナ時代。うん、まあ、ウィズコロナの時代ですよ。はいはい、いろいろみんなワクチン打ったとしても。そうですね。だから、あんまり遠方まで、練習参加でチーム行けないんですよ。うん、まあ、そう、あっちはあるだろう、多少ね。うん。うん、で、甲府さんとしても、うん、近くに強豪の大学いて、そこと練習試合とか強化試合ができます。うん、お互いにとってはメリットあり、うん、そこで、あ、いい大学生いる。スルスルスルンと。なるほど。で、しかも高校も強い。はい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 。高校もそう。高校から大学、もう山梨県一体となって、素晴らしい。サッカーを盛り上げていこうって、キューブこれ作れるんですよ。うん、そうそうね。そうなんだ。囲い込めって書いてあるから。そうなんだ。確かに。囲い込んじゃおう。でもね、このあれファーストステップとして甲府がすごくいいってなれば、まず甲府に入ろうってなるもんね、うん、これね。で、さらにここにさらに。通過であればさ。うん、そうなんです、うん。で、さらに生きてくるのが、思えば甲府さんってめちゃめちゃ大卒の選手とか活躍されるケース多いんですよ。はい、そうですか。そこまでの今まで振りも聞いた上で、うん、あ、ワンフォーレだったらうちの大学からやっぱいいんじゃないってなってくれれば。理想系かもしれないですね。そうなんですよ。こう見ていってもこれ全体ね、これからまたディフェンダーとかまたいろいろポジション別に話していくけど、はいはいはい、まあこのね、最近特に多いこの大卒戦略で言ってやっぱ96、7、8世代がまあ多いんですけど、うん、やっぱ8でね、ルーキーや見てても、野沢選手、菅井選手、関口選手、はいはいはい、中村選手、長谷川選手、鳥海選手あたりがやっぱり大卒ルーキーだったり、ね、とか2年目だったりしますから、はい、これはいいよね。だこれいろいろこう提携関係結ばれていけばよりいい感じになってくるんじゃないかなと思うわけでございます。いう感じですね。で、甲府さんとしてはこれ次ね、またポジション別で見ていこうと思うんですけど、うん、センターバックで言えばもうね、もう大、もうスーパーレジェンド、山本英臣選手、はい。うん。もうレジェンドであるからこそ、やっぱチームとしては、やっぱ若い選手そろそろね、いわゆる時代の選手を考えていかなきゃいけない。うん、ちょっと荒井良平選手がそれっぽくなりつつあるかなーってところはあるんですが、まあ今ね、次の中堅枠で考えたら若手枠からやっぱり一人センターバック出てきてほしいなってところはあったりする。うん、で今、メンデス選手が今年の活躍見てるとちょっと狙われかねないなってところから、まあこのね、数年先まで見ていくとやっぱり98、99、2000年生まれの選手からセンターバック一人レギュラー出てきてくれれば、甲府としては御の字な感じになってくるんじゃないかなと。うん。いうところでございますと。続いてはこの、水色のところと、で、甲府チームは基本3バックなので、はい、サイド系の選手ってことで、黄緑、うん、一緒に行きたいなと思うんですが、うん、今ね、泉沢選手がちょっとお怪我、長期離脱ということになっていて、どうするんだ、なんてことはこの秋口に多くあったんですけど、はい、やっぱね、出てくるタイミングで出てくるんですよ。うん、高卒3年目の宮崎選手。はい、彼もともとシャドウで使われて、今でもそういうことあるんですけど、うん、泉沢選手いなくなって得点力どうしようって思ったら、一気に台頭してきちゃった。なるほど。もうこの間なんかも、まあ、鳥海選手のね、センターサークルからスーパーゴールなんかもありましたけど、うんうんうん、無回転ミドルなんていうの。そうだね。一本決めたりなんかもありまして、はいはい、これでもうね、サイドのところなんか、まあ、宮崎プラス、あとはね、荒木、菅井、関口ってところがいれば、まあね、大体対応できるんじゃないかって状況に今なってきていますよ。はいはい、その中でただ荒木選手は去年の冬も実は一回 J1 から狙われて、それでも残留したって経緯もあったので、うん、もしかしたら今年も狙われる可能性はある。はいはいはい、でそんなところにただ一人もすでに大卒内定、まあ1年先なんですけど、三浦選手がすでに内定してるっていうのもあるので、数のバランスとかで言えば、ここはもう問題ないポジションなのかなというところではありそうですか。で、続いて、中盤、ボランチのライン見ていこうと思います。はい、ボランチプラスシャドウの一角ですね。はい、まあ、大体野沢選手、野津田選手、中村選手、山田選手、いずれも主戦なところがあるので、うん、まあ、このままいけばというところなんですが、まあ、野津田選手はレンタルなので、まあ、完全移籍にできたら、まあ、もうチームとしてはもう最高。うんうんうん、あと、中村亮太郎選手も一説ではちょっと狙われてるところがあるっていう情報だけ私掴んだところはあるので、うんうんうん、まあ、そこもだからどうにかカバー、キープできれば、来年のまたね、いわゆる昇格戦線っていうところとかは、あるのかな、はいはいはい、もちろん今年もね、まだ、昇格の可能性まだ残ってますから、まだ分かりませんけど、というところですね。で、ここからあと、オフェンスのところへ行くんですけど、ちょっと聞いてよ、皆さん&マーさん。
すんげえ選手入りまして。ミルワカ去年、実は去年の段階で、この人は J1 の多分強いチーム行きますよと言ってた選手が、甲府に入りました。はい。それが、こちら、飯島陸選手。はいはいはい。今、法政大のフォワードなんですけれども、はい、彼実は2017年、前橋育英高校に在籍していたんです。へー。当時、はい、というか、はい、前橋育英全国優勝当時のエースストライカー。おー、へー。が甲府加入。なるほど。なんで、得点感覚、まあ、スピードに乗る系な選手でもあるんですけど、体幹バランス力もある選手で、シャドウやらせたらピカイチだろうなと思ったら、まさかのここ。甲府。びっくり。J1 に多分結構狙われてたと思うんで、それでも甲府取ったってのは、これも鬼圧案件です。すごいことが起きたと思っていただければ。で、このチームその一番右見ていくと緑の位置に、先日ね、高崎選手の加入なんかもあり、はい、高崎、光平、有田、リラ。こんなタイプがね。そうな、センターフォワードも軸完全にいますから、はいはい、使い分けもできるし、シャドウのもう一角をボランチ系とかトップ下系の中盤の選手じゃなく、フォワードの選手でいけたらより得点力だと思っていたところだったので、例えば宮崎、飯島とかでシャドウ組めたら、これ二人で十何得点あるんじゃないなんてことは起こりそうだなと。この若い世代でね、またね。うん。新時代を作っていけそうな。はい。そうなんですよ。で、さらにこのね、宮崎、飯島で頑張り、途中からやっぱりね、取り返せんしなんてこう出てこようもんなら、もう、ペナルティーエリアまで走って入られるかもしれないし、なんならセンターサークルから狙われるかもしれないと。この間みたいにね。振りも効くから、はいはい。これはやっぱ大卒戦略、ここまでやってきた甲府の強さなのかなってところですね。なるほどね。うん。はいはい、はい。でもさらにやっぱりユースが良くて、さっきのゴールキーパー山内選手がねって話もありましたけど、今年はもうね、センターフォワードの内藤大和選手の、来季のね、ユースからの昇格も決まっているってのもありますから、ちょっとだから甲府のユース組もぐん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 また来てるところでもあるので、山梨学院含めた高校からっていうパターンもあれば、ユースからもあれば、大学ってのもあらゆるところから獲得になってきて、これは超強いチームになってくだろうなというところが見えてきたという甲府でした。未来は明るいねということでございます。明るいよ。ございました。というわけで、はい、ワンフォーレ甲府、ダルゴリ上水先生にね、お伝えしていただきましたということでございまして、皆さんね、他のチームも よかったら覗いてみていただきたいなと思っております。さあ、このシリーズまでまだ続いていきますんでね、ミロアカの方でいろんなシリーズも他にもやってますんでね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンで応援していただきたいと思います。井上真でございました。ノーミルクサトでした。先生、皆さんありがとうございました。それではね、さようなら。山梨サッカー協会頑張れー。